こんにちは最強です黒沢これ黒岩かなんかむちゃくちゃ面白い漫画だったかなっていうのも覚えてます私もねスマホのね漫画とかであれをね一気に読んでしまった覚えがありますよねあれまさにね私の姿ロスジェネ世代の姿なんではないかなと思います何かを一生懸命やってきたはずなのに振り返ってみたら何の信用も得てない誰とも繋がっていないで自分のストーリーを生きてないっていうね うん自分でではないいっていうところですよねああなればいいなこうなればいいなあの人はいいなこの人はいいなテレビをつければあーヒーローがいっぱい自分の同じ世代出ているでもそこに感動を持ったからといってそれは自分のストーリーではなくて誰かのストーリーに感動してるだけなんですよ。ではとワリエに帰ってみたら俺は何なんだろうなと思ってしまうというね。 でその黒沢さんだったかな黒岩さんだったかなその主人公忘れましたけどクロちゃんがあの現場に行くんですよ。そうすするると同年代でで現場監督がいるんですよねその現場監督は何をするのももう信頼されて手を抜かずに一生懸命でせ、えー、本当に実直でね優しくってそれで力強いみたいな全てが兼ね備えている同年代の現場監督とちょっと冴えてない自分とね でその現場監督になんか出し抜こうとしてねなんかアジのフライとかをお弁当にこ,うこそっと入れるんですよねまあそんなエピソードもあ分かるなーっていうところがありますよねこの最強伝説黒沢久保沢と言ってもいいかなと思いますけども <laughs> まあこの辺ね吉田さんもさすが見てるなと思いましたで時間がね本当に限られてるってことこれ多くの方が多分気づいて気づききれてないのかなと思うんですよで私は、ね、いつも思うんですけども この人とともいつか会えなくなるなくる思うんですよね。どんな人に対しても。で私の家にね訪問してくださった方去年も100人以上いたんですけども「また来てくださいね」って手を振りながら送りながらも「また来る人ってどのぐらいいるのかな」とかね。でオフ会に行きまして400人以上の方にお会いしましたけども「また会いましょうねと」と約束してあの別れるんですけども。 ままた会えるかななと思ってしまうんんでですすよ結構切ないんですね私その出会うたんびにいつもあこの人との貴重なねご縁っていうのがいつまで続くんだろうかと YouTube いつまで見てくれてるんだろうかとかねそれからこの人に触れて、えー、あの話してね、うん、いろいろと関わるっていうのは本当に貴重な時間だなと思いますしもちろん私の家族とかね両親とか思うんですよ。いつか お別れするんだなとか。いつか死んでしまうんだなと。時間って本当にすぐだなと。2019年1月1日。もうあっという間に過ぎて今7月19日ですよ。そして7月19日といえばあ2015年の7月19日。私の麻雀店を閉めた日ですよ。今日が閉店日です。今日の動画も撮ってます。今日閉店日の動画も撮ってます。明日は閉店した後の店舗を片付けた日です。えー、1週間ぐらいかけて私1人で。 廃品を片付けました店舗の中の現状復旧をしました。業者さんにお金払えなかったんで、一人でやるしかなかったですよね。そんな日々のことも記録にとってます。オープンリッチ最終日。うん。最終日閉店後、1日、2日目、3日目みたいなシリーズで、閉店した後のストーリーも作ってるんですよ。これは私のストーリーなんですよね。誰にも変えられない私のストーリーであって、私はこのね、オープンリッチという店と別れて、二度とこの、 オーープンリーチに出会えない。地上にもうオープンリーチってのはないですからビルすらもないですからねそれから7月20日私がインターネットビジネスに出会った日これが2013年の7月20日ですです、えー、ですから7月19日7月20日っていうのはかなりね私の中にはあのないろんなことに気づいてそして気づいただけではなくて動き出した日でもあるんですよ まあ同時にね何かをやめた日手放した日でもあるってことでかなり感慨深い日なんですよね皆さんの中にはねこんな自分だけの記念日というかね自分だけの転換日っていうのがあるでしょうかってことなんですよ私断るごとに7月20日っていうことをね使ったり7月19日っていうことを使ってきました今日がものすごい力点になっているんですよねですんで今日もねえ自分の半生を振り返りながら40歳になった時の7月19日ああ店舗を閉めたなと 寂ししいい思をたあっ塾アフィレートのセミナーをやったなと、うん、7月20日あ明日ですけどね、えー、会議室に集まって50人以上の人の前で塾アフィレートをこいつ伝えていったなそれがっか塾の第一歩だったなとっか、はい、塾の開校お初日ってのが2013年の7月20日ですからねまさに明日なんですよそして2013年といえばつい最近のような気もしますけども うん、6年7年経ってしまったんですよねそしてこの6年7年の間に私たち一人一人がどんなことがねできたかそして何をやらなかったかとこういうことをね一つ一つ踏みしめながら最強伝説黒沢をもう一回読んでみるとね、えー、本当に自分の思っていたことがほとんどまだ進んでないなってことに気づくんじゃないかなと思うんですよ皆さんの中ではどうですかね、えー、新しい一歩新しい二歩進めてますかね自分の人生ってのは自分だけのものです 誰かに支配されるものではありませんし私たちは誰かの奴隷でもなければ所有物でもありませんそして何にも属してないんですよ私久保哲郎という人間は久保哲郎という人間のコントローラーで生きてますよね皆様も同じだと思います自分の今日という一日が誰かの意思によって支配されているというのはね熟怩たるものがあるんではないかなとそしてたった一人で生きるってことにはそれなりの責任とかね勇気とかも必要になってきます でも本当に自分の人生を本気で考える人が1億人集まったらこの国って結構すごい国になるんじゃないかなと思うんですよ。なんとなくね1億人中の1人になっちゃってるんですよ。そうじゃないんですよ。私たちは一人一人主体性を持った個というものが存在して一人なんですよ。その集合体のある側面を見ると1億人の国って言えたりとかね例えば広島だったらあ、まあ、100万人都市と言えたりとかね、えーまあ、そういうふうな形で。 切り抜けてはいけるんですけども切り裂いてはいけるんですけども基本的には私たちは明確な意思を持ったそして明確な選択を持っているね選択肢を持っている一人なんだということなんですよね、えー、ここ,ここから発信する個性の時代っていうのはまさにそういうことなんじゃないかな個人の時代っていうのはそういうことなんじゃないかなと思います私たちはね一人でできることははっきり言ってたかが知れてますだからこそそのたかが知れてる範囲はせめて一人でやっていきましょう そして一人ではできないことはみんなでやっていきましょう。一、うん、人ではできないことでも、二人,人、三人、五人、十人集まればできるかもしれません。はい、そんな形でね、最強伝説は、まず自分から始めていくこと、そして、必ず別れていきます。死別です。あなたの大切な人とも、さようならする日が来るんですよ。その時のことを深く深く想像してみると、もうね、愛さずにはいられないじゃないですかってことなんですよ。愛おしいなとは思,思いますよね。えー 私はね、吉谷さんの最後の日を動画に撮るっていうところをねま今でも想像しますよ。うん、で大体ねその人が死ぬ瞬間って想像できないというか想像できないというかいつになるのか分かりませんからね相当な偶然と意思によって導かれるそれが臨終のところだと思うんですよ。 まさにそこでね、こうやってカメラ撮ってても、あれなかなか死なないなと、とバッテリー切れちゃったよ、バッテリー入れ替えますねっていう間に、コトンってなってもいけないんでね、結構いろいろ考えないといけないところがあると思います。はい、最後は変な、ね、言葉で締めるようになっちゃいましたけども、皆さん、時間は貴重ですよということでございます。では、失礼します。